夢見る頃を過ぎたら。はいはい、どちら様で。うわ、エミヤシロウが戻ってこないではないか。おい、どうしたという。二人とも何してるんですか。そんなに私の作った料理が。あ、ことみね。この家のお嬢さんかな。良いところに。来る人来る人、なぜか皆固まってしまうので困っていたのですよ。なぜあなたがここに。その姿は。いや、それよりもシロ君、アーチャー、大丈夫ですか。気をしっかり。あ、大丈夫です、バセットさん。とても痛いのでやめてください。久しぶりに嫌な汗をかいた。これは何の冗談だ、ことみ。悪質すぎるぞ。飛び込み営業でもしに来たか。どうやら私のことをご存知のようだ。ならば尋ねたいことがあります。作法に従い戦いを挑みます。あなたはどうしていつも突然現れ私を悩ませるのか。その前に借り物なのでメガネと服を。天罰というものだ。何ですって？この姿や作法は間違い。どこで誰に吹き込まれたか知らないが、確実に間違っているとだけ言っておこう。もうどこから突っ込んでいいのやらというレベルだぞ、ことみね。一体何があったらこんなことに。情けなくて涙も出てきません。あなたはことみね教会の神父です。しっかりしてください。あばばその手を離してくだ。お前はバゼット、ことみね。なぜお前が。その腕は。ことみね、待ってください、ことみね。頭が割れるように。6話、ハッピーバースデー。いらっしゃい。バッドエンドをぶっ飛ばせのタイガー道場へようこそ。お前たちはあの時の。ものすごい楽しかったっす、神父。リーマンメガネって属性もありですな。貴様ら私をもてあそんだというのか。まあまあ、坊やったら
どうしたのかしら。そんなに震えちゃってかわいい。まあまあ坊やったらどうしたのかしら。まあ坊やったら、まあ坊、マーボー。ほうほう、思い出した。私が何者なのか思い出したぞ。ほう、おお、私はなんという姿を。おろろ、どうかしたの神父さん。この不可思議な現象について説明してもらおうか。どうやら聖杯が絡んでるようだな。よくわかんないんだけど、聖杯が出て願いが叶うようになったのね。私一人でってのもあれだし、どうせならみんなの願いを叶えてってことにしたの。お前の願いが皆の願いを叶えろだと。つまりこういうことか。例えばリンが君の口車に乗ってトラ聖杯とやらの騒動を収めたとする。その際報酬として大金を得る。そう、その大金を得るという結果そのものがリンが無意識に持っていた願望だと。他人の願望を叶えるとは随分面白い思考の願いにしたものだな。しかしそれならばだ、まだ聖杯を我が手にする可能性があるということ。ん？何やらさっきまでとは違う雰囲気。本当に記憶が戻っちゃった。失礼した。この世界にはマナーがあったな。戦って情報を聞き出すというマナーが。ひぃ、蘇るシップソン、バイオハザー、エマージェンシー、エマージェンシー、バーサーカー出動せよ。また会えたな、暴れ牛。
おやおや、どうしたというのかね。さて、それでは向かうとするか。第7話、カエサルのものはカエサルのもとへ。ほう、懐かしき我が家と感嘆すべきか。やはり私の戻るべきは神の身元なのだな。どう思う？そこの邪気出しまくりのいぶかしき修道女。ええ、主の身元に行くのを望みます。あなたは早く現世と別れを告げるべきです。悪に生まれた者が服を着て歩くことは神の、ひいては主に対する冒涜ですから。まさか、狭い了見だな、修道女。何しろ獣であろうと修道服の着衣が許されている。神の懐は我々が思うより広いようだ。それはそれは、ではやり直しましょうか。我が教会へようこそ、善人者。わざわざ聖杯を届けてくださり感謝します。どこにサインすればよいのかしら。我が教会とは面白いことを言う。ここはいつから安坂場の仮宿になったのだ。あなたのいた頃とさして変わりありません。強いて言うならば、汚れを落としただけ。頑固な汚れで落とすのに苦労しました。掃除させられたのは後ろにいる犬と猿か。するとお前はキジといったところか、修道女。皆まとめてお供に加えてやろう。誰が犬だってんだよ。減らずぶちゃ変わらねえな、あんた。ことみね、貴様、俺のことを猿というか。雑種の分際でつけ上がりよって。実に懐かしい。久しいな、諸君。相変わらず双剣僧で何より。神父、ここは、いえ、この世界はあなたの存在する隙間などない。聖杯という光に惑わされた亡者よ、おとぎ話の世界に帰るのが幸いです。まだ宝の箱を開けていないのでね。終わるまで帰るわけにはいかんのだよ。それに久しぶりに泰山の魔法を食したい。犬と猿、修道女の基地にもご馳走してやろう。団子ほど甘くはないが、なあに、味付けは保証付きだ。思い出しちまったじゃねえか。あんな生活二度とごめんだぜ。もう唇が腫れるのは嫌だ。食後にお腹が痛くなるのも断る。こちらは食べ物での交渉は決裂。そちらは聖杯を渡してくれそうもない。ならばここで私有を決する。Thank you.
されたぞ。それこれこのいやそれこのこの、さらばだ。祝福の時間だ。混沌が生まれる。それこそが私の願い。ついでにリーマン姿の記憶も消して。ん？なんだ？人影？ほう、お前は。なるほど、そうか。私の消したい過去とは、心の底で願っていたものとは、お前との決着だったということか。かの者の復活に感謝するぞ。聖杯よ。